今日は6月3日、ビッグバンミッション BM8 弾の稼働日っていうことだったので、じゃーんと、このように連呼してきました。ミッションはたった一つ、シークレットが出るまで帰れませんということでやってきました。予算としてはね、だいたい4万円を用意しましたけど、もうとにかくシークレットが出るまでは帰れませんということで、やってきました。シリンダーごとにちょっと分けて取ってきたので、配列の方もね、シリンダーごとに確認してください。シークレットが出たんでしょうか。じゃあ早速確認していきましょう。はい、じゃあまず全部でこれだけ連呼してきたんだけど、まずは1台目の左側のシリンダーからシリンダー別に紹介していきます。はい、じゃあ行きます。さあ行くぞ。紫総長ハンゼノで、人造人間13号で、孫悟空で、はい、CP ザマス合体。究極スラッシュ持ちの CP かっこいいね。ベジータ。孫 5.0。で、レアのベジータ0。コモンのガッシュ。コモンベジータ GT。レアの孫悟空。お、かっこいいね、イラスト。孫悟空 GT コモン。トランクス GT コモン。はい、初の SR ターレス。こちらがターレスの SR 出ました。はい、で孫悟天 GT のコモンで、お、かっこいいねこのコモン。孫悟飯青年期で、人造人間18号のレアで、ネタバレになると嫌だから、レアリティが高いアルティメット以上 UR 以上のカードもスリーブには今入れてません。はい、でコモン孫悟天で、ドクターミュー、お、ちょっとからのドクターミューからの、おーい、出ました、人造人間17号の UR。 かっこいいねこれ。これね、UR の中でもセルの次に欲しかったやつだから、いや、よかった。人造人間17号。パワーブリッツ。目覚めた17号。アタッカーにした作戦決定時、自分の記録全回復。はい。まあ、この辺のね、アビリティなんかは、前回のね、過去の動画に、上げてるので、まあ、そちら確認してください。まずやりましたね。UR 出ました。はい、続きいきましょう。孫悟空少年期のコモン。ミラーのレア。セル、うおー、セルのコモンで、人造人間21号の SR だね。はい、とビネガーのコモン、人造人間14号レア、孫悟飯青年期コモン、人造人間19号のレア、ベジータコモン、ミスターサタンコモン、お、かわいいね、父少年期のレア、孫悟空 GT のコモン、そしてスーパーレアのハーツ。おー、かっこいい。生かしたハーツ。スーパーレア。グラビティバースト。トランクスゼロコモン。ブルー将軍。なんかイラストポップだね。ブルー将軍のコモン。人造人間18号レア。魔人ブーゼンコモン。パンゼのコモン。はい、来たー。狙ってたー。過去のね、動画でも、これ欲しいって言ってたんだけど、地球の守り手のキャンペーン。ECP トランクス青年期。これめちゃくちゃかっこいいね。ういー、かっこいい。はい、CP 出ました。ベジータ GT。ちょっと CP もこっちのとこが。はい、CP。で、ベジータ GT。コモ、バーダックコモ。で、ガーリックジュニアのレア。孫悟天ゼノ。ベジータ SR。紫総長コモ。ドクターミューコモ。そして人造人間15号のレア。はい。トランクス幼年期コモ。人造人間14号レア。ヤムチャコモン。これもイラストポップだね。ヤムチャコモン。人造人間19号レア。孫悟飯少年、幼年期レアコモン。はい。暗黒魔人ブーゼノの CP。アルティメットスラッシュ持ち。ベジータコモン。人造人間17号のレア。ボット。はい。で、ガッシュコモン。孫悟天コモン。人造人間13号レア。ゾルドコモン。人造人間8号。ハッチャン。SR かっこいいね。ハッチャンタックル。トランクス GT コモン。セルコモン。人造人間17号レア。で、ヤムチャコモン。そして、出ました、ゴジータ。このイラストは、個人的にはめちゃくちゃ好きです。かっこいい。二人の顔が統一されてるね。かっこいいね。最高だね、これ。これイラストね、最高だと思う。はい、ゴジータ UM。チップ人雷カメハメハ。
2ラウンド目以降アタッカーにするとベジットと共闘して大ダメージ当てる。さらに自分チームのヒーローエナジーが5個以上の時はダメージが超アップし敵のパワーとガードを永続で半減する。1回限り。おお、なるほどね。で、アビリティ燃え上がる青き炎。見えるかな。作戦決定前、自分の気力が2メモリ未満の時、自分の気力が全回復し、気力消費による戦闘力上昇率と自分チームのヒーローエナジーが永続で2倍になる。また、自分の攻撃時に永続で攻撃する敵のチャージインパクトスピードを速くし、ガードをマイナス5000。攻撃する敵が気絶しない場合、効果が超アップする毎回。はい、こんな感じでした。いやー、やったね。やりました。ゴジータ UN。で、孫悟飯ゼノ。孫悟飯青年期。人造人間18号レア、孫悟天 GT、孫悟空少年期、ガーリックジュニアのレア、孫悟飯少年期、人造人間13号の SR ときて、タードの顧問で、こっちの左シリンガーはおしまい。で、これって、まあ当然シリンガーごとに配置されるわけじゃなくて、右左ってやってるから、こっちのね、右のシリンダーも一緒に確認していきましょう。はい、じゃあ右側のシリンダーです。はい、どんどん行きましょう。パンゼノコモン、人造人間9、人造人間19号のレア。孫悟空少年期コモン、トランクス青年期レア。セルコモン、ベジータコモン、ベジータ SR。孫悟飯ゼノ、孫悟空レア、ベジータ GT、トランクス4年期、トワレア。紫総長、トランクス GT コモン。はい、トランクス未来の CP、いいね。スラッシュアルティメットスラッシュ、孫悟飯青年期コモン、孫悟空 GT、 人造人間13号レア、ドクターミューコモン、ミスターサタンにスーパー17号の SR、 バーダック、セル、孫悟空飯ゼノ、ミラ、孫悟空少年期、孫悟天ゼノ、ベジータゼノ、孫悟空、孫悟飯青年期、ベジータ GT、 人造人間16号 SR、 かっこいい。タード、孫悟空、この孫悟空レアめっちゃかっこいいね。孫悟空 GT、 でベジータ、孫悟空ゼノレアかっこいい。ガッシュ、はい、人造人間14号、はい、ブルー将軍ポップ、ベジータ、ピッコロ SR、うん、いいね。ソルド、人造人間18号、ヤムチャポップ、トランクスゼノ、トワかわいい。紫総長、孫悟空、孫悟飯少年期でチャオズ、地球の守り手チャオズ、やりました。やったね、いい感じだね。セル、ミラ、トランクス4年期、ビネガー、孫悟空レア、よく出るね。トランクス GT、マージンブーゼン、かわいい。で、孫悟空の SR、これ SR で一番狙ってたやつ出ました。よかった、かっこいい。最高だね。孫悟飯青年期、トランクス青年期、孫悟天 GT で、ベジットゼノの CP、アルティメットスラッシュ。かっこいいね。ドクターミュー、孫悟空、はい、父少年期、孫悟飯、孫が4年期、ターレス SR、 ミスターサタンにベジータ、ゼノにパンゼノと来て、はい、出ましたカンバー。これは UR の中でもまあそんなに狙ってなかったんだけど、まあまあここで UR がやっと出ました。はい、で孫悟天でバーダック、孫悟空ゼノでゾルド。はい、ここで1体目が終わったんですけど、まあ、カードがなくなりましたということで、まず1体目が終わりました。はい、じゃあここでね、一応ミッションとしては今の1台目で、まあ、ゴジータ UM が出てくれたんだよね。動画の紹介の仕方としては早々にゴジータ UM 出たけど、まあ、右左左右左左右左みたいな感じで出てくるから、やっと1台目で、この時点で、まあ、ゴジータ UM が出たのも、まあ、1万5000円ぐらい使った時なんだよね。1万5000円でまあこの結果だったんですけど、まだ余力がねあったので、ちょっとね大移動して、こちら2台目も紹介していきます。はい、じゃあ次が2台目の左側のシリンダーです。はい、行きましょう。これもね、こんだけ連呼してきました。行きます。孫悟天 GT、孫悟空少年期、ガーリックジュニアレア、孫悟飯少年期、合体人造人間13号の SR 出ました。はい。孫悟空ゼノ、ヤムチャポップ、ガーリックジュニアレア、孫悟空 GT、ターレス SR2 枚目、ゾルド、何枚目かわからない、孫悟空レア、孫悟天ゼノ、少年期、ミラ、はい、出た魔人ブー、何枚やってもいいやつ、かわいい。人造人間18号と来て、スコート来て、トランクスゼノと来て、来た。はい、来ました。地球の守り手の CP の孫悟飯少年期。これが地球の守り手の CP の中でデザイン的には一番かっこいいね。いやー、最高。めちゃくちゃかっこいいね。はい、はい、じゃあ行きます。ミスターサタン、孫悟飯少年期、セル、ドクターミュー、トランクス、孫悟飯、
スーパー17号 SR2 枚目 GT 孫悟天ベジゼの孫悟天青年期15号ベジータ GT トランクスでハーツ SR2 枚目バーダック孫悟空ジノリゲ19号セルパンゼの13号 GT 青年期と、はい、スラッシュタピオンタード14号ビネガー紫総長これもポップだね17号ブルーポップで SR 孫悟空はいでセルでトランクスゼノで18号バーダックとはミスさんで18号来ましたここでかっこいいこれね最初イラスト微妙かと思ったんだけどめちゃくちゃいいわこれすごいいい感じはい人造人間18号が出ましたはいでゼノビネガー悟空イケメンパンゼノ紫17号とはいはいじゃあ左がそんな感じで最後右側のシリンダーこっち見ていきましょうここまでで大体2万7000ぐらいかなはいじゃあこんぐらいです見ていきましょう孫悟天バーダックゼノゾルドベジータガッシュタードビネガーミラ悟天 GT13 号 SR トランクス17号ミスター青年期幼年期ゼノでヤムチャ地球の守り手かっこいい紫トワゼノヤムチャポップイケメン悟空ベジジーバーダハッチャン8号で何枚やっても嬉しいブーゼノチチかわいいセルデジセルゴハンタード SR 悟空3枚目孫悟空青年期19号極小ガリジュニア毒ミュー合衆13号5点ご飯セル編ザマス合体 CP これ2枚目だったかなゾルド 18GT18 ベジ 17GT16 号 SR2 枚目孫悟空ブルーポップ極ゼノベージー何枚やってもいいブーミラでドクターミューでうわーい来ました赤き仮面のサイヤ人これもアビリティとか関係なくイラストめちゃくちゃかっこいい今回のシークレットの中でイラストが一番かっこいいなと思ったのは僕赤き仮面のサイヤ人でしたいやーはい、アビリティこんな感じです。漆黒の断罪2ラウンド目以降アタッカーにすると両チームの攻撃終了時カメハメハモードに突入成功するとカメハメハが発動し大成功するとさらに自分のパワーとガードと戦闘力が永続でプラス5000カメハメハを敵に当てると大ダメージを与える1回限りそしてアビリティが終焉をもたらす力発動方式は自動バトル開始時敵チームに孫悟空がいると永続で自分が記録ダメージを受けなくなり与えるダメージ2倍また作戦決定時自分チームの HP が 50% 以上の場合自分と同じアタックエリアの列にいるスペシャルタイプ SP タイプを除く敵のパワーとガードをそのラウンドのみ1にし気力を超ダウン毎回はいという感じで赤く仮面のサイヤ人シークレットなんと2枚目出てくれましたはいじゃあ最後が孫悟空幼年期孫悟空五感紫総長をベジゼノでベジで終わりましたはいこんな感じでした神回はいじゃあ今回の結果をおさらいすると大体2万8000円でした280枚2万8000円で UR が3枚でシークレットが2枚それから CP が10枚で SR が21枚はいそういう感じでしたいやー個人的には神回だったねで出てほしいシークレットが被らずに2枚出てくれたこれがね何より良かった、まあ、UR がちょっと少なかったね、まあ、その代わりシークレット出てくれたからマジで神回良かったいやめちゃくちゃかっこいいねいや今回のシークレットほんとイラスト最高だね、まあ、イラストってね賛否両論あるところだけど個人的にはめちゃくちゃかっこいいと思うこんな感じ赤き仮面のサイヤ人めっちゃかっこいいねとゴジータUM こんな感じいやーめっちゃかっこいいねこれさ白な感じがすげえいいよね
はい、じゃあ今回の診断稼働初日の連呼の結果はこんな感じだったんだけど、まあ、これからもね連呼動画上げていきたいと思いますし、今映ってるねこのバインダーだったりこちらの、まあ、コレクション、デッキケースだったりっていうのも、まあ、どんどんね動画で紹介していきたいと思います。はい、じゃあよかったらね、高評価と、まあ、チャンネル登録のことねぜひねよろしくお願いします。はい、じゃあねバイバイ。